来ました。さすが早い。教えたね、ありがとうございます。痩せましたでしょうか。でも一番嬉しかったのは、あ、すごってか星投げなんかすごいことになってんな。すごいキラキラ。あの衣装さんに本当痩せたよねって言ってくださって、ちょっとまた採寸し直しないといけないねみたいな、そう言ってくださりね、ありがたいです、ありがたいです。てかそれが正しいんですけどちょっと本当に迷惑かけてたので、ゆうちゃん結婚して、そんな私の取説あれやで、ちゃんと説明書を読んでからにしなさい。もう本当に私の結婚したい方はもう大変だと思いますよ。お狙い通りお胸をキープできましたか。いや、あ、でもそこまでなんか、まあ減ったは減ったけど、もうこれは仕方ないんですよね。そう。けどなんかそこまでなんか激痩せしてるかって言ったら、激なんか減ってるかって言ったら、そうでもない。うん。ずっと綺麗だったけど痩せてももっと綺麗になった。お疲れ様、ありがとう。まだまだ痩せるよ。まだまだ痩せちゃうよ。名古屋の撮影タイムバックレスありがとうございましたでした。ちゃんと可愛いのあった？みんなが乗せるやつってなんか半面やったりするからね。可愛いやつ乗せてくださいよ。ありがとうございます。ツアーのダンスめちゃくちゃかっこよかった。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。今日も可愛いだねやってさ、やったー、やったね。ゆうちゃんのこと大好きすぎて、お話し会待ち遠しい。それな、それな、楽しかったね。もうあっという間ですね。もうあっという間にツアーも終わってね、周年も終わって、ほんとあっという間です。次は新チームの公演が始まります。皆さん、最後の決めポーズ、シャンでよかった、シャンで嬉しかった、嬉しい。初めましてじゃないでしょう絶対。ジンクスの振り付けは誰ですか。マイカ先生です。シャンの特攻服かっこよすぎて惚れましたってさ、もう久々に着れて嬉しかった。本当はね、拳の正義も出る予定だったんですけど、ちょっと急遽変更になって、ダイエット企画もあったので、そう出れないっていう風になっちゃって、出たかったけどみんなが頑張ってくれてたから、そう、もう満足かな。てかあの曲をコンサートで歌えることがすごい嬉しかった。聴けることが嬉しかった。次はヘラスではなく美ボディですね。そうですね、美ボディ目指したいです。やっぱり私ね、海外の血がちょっと入ってるから、海外チックに、なんやろ、海外やっぱなんやろ、その日本で言うと華奢で細くて可愛らしい感じを目指すんじゃなくて、私はちょっと違う路線でボンキュッポーになろうかなって思ってます。はい、なのでちょっとそばで見守ってくださったら、くださると嬉しいです。新チーム公演のレッスン始まってるわけがないやん。始まるか、始まるわけないやん。まだ何にも来てないから、もう何にもあれしてないから。でも言うてもうじきちゃう、
1ヶ月あれば余裕のよっちゃんよ。学校の友達にゆうちゃん見せたら可愛いって言った。嬉しい、うれぴー。東京から劇場公演行きたいけどモバイルばっから応募できない。なんでやろ、なんでできひんのやろ。30日に夢中ライブ当たったよ、残り少ないの目に焼き付けるねってさ、ほんまやね。そうだよ、それな。ナンバ式写メ会、写メゆうちゃん撮れたら嬉しいなってさね。そうや、ほんとだ、久々のナンバ式写メ会じゃん。じゃなくても個人の写メ会あるんで来てください、来てください。タッタッタラタンタンタッタッタララ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 ラ。シリアルをお皿にぶちまけ、遅れちゃいそうで、うん、個人の写メ会は関東でお願いします。確かに関西しかないからね。ナンバ式は気が向いたら行けます。気が向いたら何回写メ会を応募するかも、応募するかも、かもかもじゃなくて応募するって言ってお待ちしてます。写メ会までに頑張って痩せます。私も写メ会までにもっと引き締めるように頑張ります。次のグラビア楽しみですね。ね、まだ全然決まってはないんですけど、楽しみに待っててください。モバイル会員になったけどアクセス集中して先に進めないです。初の劇場公演行きたい。それどうしたら改善するんやろ。来てほしい、初の劇場公演は。申し込みまだできるなら行こうかな。まだできるよ、まだ第5次ですよ、第6次第7次あるんで、もう来てください。二兵と結婚したいんですけどアドバイスありますか。急やな急だな、結婚したい。でも二兵あれで私と結婚したいらしいで、ずっと言ってくるね。けどゆみさんはうっかさんがいるんで、あのまなみゆみさんの子供になりますって言ってましたから、ちょっと無理ですちょっと二兵との結婚は遠慮してください。二兵は私のものです敵視される、どうしよう分かった、行くわ。ほんまに言ったで、約束して、ほんまに11月5日、ナナホが大阪でライブやるらしいから、あ、やばい、あ、やばい、やるらしいから、社名会の部、調整中？調整して、調整。私のところ来て、みんな。なんでみんな私のところ来へんの？ちょっと疑問やねんけど、ほんまに。こんなにさ、そんな？楽しくない？見る目なさすぎとか言っておかしいな、おかしいな。ゆうちゃんしか撮ってません。見る目あるね、うん、怖いから。怖い要素もないやろ。
単純に行きたいけど行けない。なんで行けへんの？その行けへん理由教えて。こうやって詰めるからあかんのかな。ゆうちゃん肩トントンが怖いんやと思う。どういうこと？私を何やと思ってんの？勝手な偏見です、それは。ひどい、ひどすぎる、泣いちゃう。いっぱいに行きま、来て。ゆうちゃんに一回でも来たら絶対沼るね。だからみんな友達連れてきてください、無理やりでも。師範がお呼びやでって言って。ああ。お、師範になってから初めて泣く司会やって。楽しみだね。ちょっと鼻水が出てくる。お、お友達何人か連れて行くよ。ああ、ありがとう。嬉しい。ちょっと鼻水が。むしろゆうちゃんがおたっとも紹介してよ。え、逆に？今誰かと仲良くしましょう。今ここにいる人。ねえ、私のファンの人はね、すぐ仲良くしてくれますよ。推につぎ込みすぎて他に回せないのかも。誰とは言わんけど。ああ、そういう感じ？そういう感じね。推し一途でええやん。いいことじゃん。ゆうちゃんの握手会と写メ会に小学生のめっ子連れて行きまちゅやってさ、かわいい、絶対嬉しい、絶対嬉しい、絶対癒しになる。待ってます。ゆうちゃんを住まいまで、ゆうちゃんどこ行ってなかった過去の自分に送りたいやつさ、嬉しいな。めっちゃ話すすやん、するやろ。どうしたん、どうしたん。私あの練習してて、うん、ショールームの通知来て、うん、ミミさん見てたの、なんかやってる。あんたらやったんか。通知取ってたん。はい。休憩が来ました、休憩。お、雪乃やん。はい。元気？元気です。全然誰かわからんかってんけど。誰やあれと思ったら。元気？元気ならよかった。何？それだけみんなできたの？はい。あ、そうなん？ありがとう、わざわざ。めっちゃ汗かいてんな。ヨシミめっちゃ汗かいてない？なあ、うん。前髪すごい。何の練習してたの？10月1日のやつ。ああ、なるほどね。えらい。頑張って。ありがとうございます。はい。ありがとう、来てくれて。わざわざ。休憩の子たちが来てくれました。よいしょ、来てくれました。通知取ってたら廃棄やったら誰メンバー、え、子供たちが休憩はゆうちゃんうちわにめっちゃ反応してくれてたやんさ。そうなん？微笑ましいでしょ。微笑ましいよね。てか私のファンクラブ見ましたか？鉄砲玉のたまり場のやつ。マジ見てください。みんなが頑張った、僕たちは戦わないの。あれ本当にあのマジで踊れなさすぎて、最初振り入れの時難しすぎてね、もうほとんどが途中みんな棒立ちになるぐらい、そうすごかったのね。
その辺の時に撮ったやつやねんけど、そうみんなでじゃあ声出し合ってイカ踊ろうって、そしたら多分カウントとかすごい分かってくるし、音の取りタイミングも分かってくるから一回声出してやろうみたいな、そう言って、もうあの動画を見返すたびになんか元気出る、なんか涙、最初は涙出るなと思ったけど、終わった時、終わった瞬間にあれ見たらなんかもう癒されまくって、そう、あ、みんなコメントくれてる、キノキノコがユミさん、シハンさんっていうユミさんありがとう、しかもちゃんとハートの紫のやつも、頑張って練習するんだよみんな、えらいよかわいいねそうだからね、まだ見てない方はね、ぜひ私のファンクラブに加入して見てほしいぐらい、本当に本当にマジで頑張ったんで見てください。あ、そうやんね、確かに。オーマイがそういえばピラミッドやりました、久々にやりましたけど、本番であんな綺麗に成功するとは思わなかった。確かにあの映像だけのために加入する価値あるよってさ、あるよね。オンラインの受付まだしていますか？あ、する、まだまだ全然してんねんけど、次いつなんやろ、次いつなんやろな。アミタンがいる、あれアミタンいてた今日、いないんか。アミタンのツイッターのパンダが可愛かった、もうパンダ姿可愛かった、コメントしようか迷ったけどグッと抑えましたいいねだけしときました、可愛すぎた。亀子さん天才です、本当に。あ、明日からなんだって、明日からなので皆さん来てください。私の握手会オンライン署名会来てください。アミタンは渡さんってなずっと言ってるけどな、もうな、ごめんやけど、もうこっちのもんやから言っとくけど、大阪行くかってさ、来てくれんの、キルキルキル来てくれんの、申し込みます、本当に本当に、あかん、会いたいな、来てよ、会いたいな、本当にみんな言っときます、会いたいな、興味あるな、ちょっとでも行きたいなと思ってた、ほんまに行くべきだと思います、私は本当に。こっちのもんも違う気が、あれ違う、あれ違うかな、あれちょっとうるさいかもやけど、ゆうちゃんの握手5連番していい？全然して、もううるさいとか関係ない、もうそんなにぎやが、にぎやかに楽しんでやってくれる方がこっちは嬉しいから、全然、うん、楽しみにしてる。握手会行きます。お、やったー、やってね、やってね、やってね。今ってライブのアーカイブ見れる、見れるよ。いつも行ってるなら僕、ほんまにな、ほんまにな、来てよ、たまにじゃなくて、もっと会いに来てほしい、私は。だってさ、いつどのタイミングでさ、まあこれは私じゃなくて全、まあ、アイドルしてる人たちに言えることやけど、アイドルをしてる人たちに言えるけど、本当にいつ誰が何が起こってもおかしくないわけじゃないですか。
そう、押せるときに押せ、これもそうだし、会いに行きたいと思うときに会いに行くしべきやと思うし、あーなんかコメントしたいなと思ったらコメントするべきやしまあそれぞれに事情があるかもしれないけど、はいお話し会さん全然参加しないやつとして覚えられてたりする、覚えるけどって感じうん覚えてんで、でも覚えてるよ、いつも DM してくれるでしょ、行きたい気持ちはめちゃくちゃあるよ、めちゃくちゃあるけど何何よ、師範のパフォーマンス目で追っちゃう、もっと追ってくれオンライン会いに行くようやでさ、おやった嬉しい、てか私来いやったね、ひろちゃん待ってるよ、一日何回来たら覚える、一日何回来たら覚える、そんないっぱい来てくれたら覚えますよ、人間やから、そんなあんまなんで覚えなかったの、一回でなんで覚えなかったのって言われるとちょっとなんでってなるけどなるべく頑張って覚えるようにしますけど、私でも記憶力いいんだよな昔後悔したことあるから今は全力で歌活してるやつさ、ありがとう、そうよね、でもほんまに一回後悔してみないとさ人間って動かんよなって思わへん、ゆうちゃん本当に怖くないんだもんな、優しく優しく美しいからユーミっていうのです、はいそうです、キラキラ、一回なくしてから大切さが分かるよね、確かにね、分かるよね、本当にうん、後悔しないために大阪来た、この行動力すごくない、私本当にめちゃくちゃ思うの、 NAB を何やろ、うん、応援したいのためにお仕事を変えてる人もいるじゃん、で大阪に転勤する人もいるじゃん、引っ越す人もいるじゃん、もうそれぞれいるじゃないですか、なんかすごいなって、なんかこの言葉を聞くだけでめっちゃありがとうって思えるし、こっちはもっと頑張ろうって思えるし、まあなんかゆうちゃんは会うためにお仕事頑張ってくるねっていう、そのもう一言だけでもうなんか心がキュンってなる
そう、私はさ、あのハロープロジェクトさんがさ全体的に好きやってんけどさ、まあ、特にキュートさんが好きで、まあ、私はなんか皆さん、大人になってから、まあ、解散しちゃったからあれやけど、なんかそういうなんか自分のお金使ってそういうなんか推し活動はしてないわけよ。お母さんになんか連れられてグッズを買ってもらったりとか、なんかちっちゃかったから、なんかファンの方たちがそのやっぱ T シャツの色でわかるやん、そのあれで生写真くれたりとか、なんかねもうなんやろすごいなって、なんかしみじみ思う。なんか語彙力なさすぎるかもすぎるけど、そこに愛はあるんやね。もう愛ありまくりでしょ本当に。あ、そうです、推し編した方にはちょっと、はい、ちょっとんってなりますグってなりますけどそれで推し編したやつには怖いよってさ、はい、それに対してはまあいいってなるけど、ハータイムボムのブリック坊主シーハ抜かれて嬉しかったですと思った。私も配信見たけど、あ、ちゃんと抜かれてると思って。でもミューは確定でしたミューからの私でしたから、あれはね2人絶対映るから。そう、今夢中ライブ石田さん94回出てるから千秋楽でちょうど100回ぐらいになりそう。お、え、すごないそれ、逆にすごない、100回か。あれ、100回じゃない、1000回やんな今。900なんぼってことね、994ってこと。近づいてきてますね、シアターの女神です。一途なので安心してね、もう安心、本当にその言葉信じていい推し編してないのにたまに厳しかったようなあのね、いや推し編してなくて、なんかたまに会いに来る人たちにはなんでってなります嬉しいよそれはもちろん、とりあえずちょっと詰めるちょっとどころじゃないけどちょっと詰める。でもそれって覚えてる証拠だからね、覚えてる証拠やから許して、許しておくれ。頑張り公演でも私希望は自分の目標でもあるねんけど、まあ、ソロライブをしてバックダンサーつけて踊りたい。今は本当にソロでやったことがなくて、そうだからバックダンサーを本当に自分じゃなくてバックダンサーをつけた状態で踊ってみたい。またなんか環境変わりそう、自分の見せ方だったりやり方だったり考え方だったりをなんか変わりそうだなって思う。だから本当にガチのダンサーさんたちをつけて一回やってみたい。あの私安室さんがすっごい大好きで憧れで、そう見たりちゃんみなさんとかがめちゃくちゃ好きだったり、そういうなんかねアーティスト、女性アーティストをソロでやってる方たちがすごい憧れであって、そうそう、だからガチのダンサーさんたちと一緒にやりたいですまあね
そのソロをライブするにもね、自分がもうちょっと人気を上げないとできないことなので、見に来たいって思ってもらえるようなパフォーマンスを日頃からしていかないといけないのでねそう、倖田來未さんとかめっちゃかっこいいやん。なんか次元を離れたことしたい。なんかアイドルではじゃない、石田優美ならではしかできない、アイドルやけど、アイドル言いながらも私にしかできないことがしたい。ね、どっちもつけたい。男のダンサーさんと女性のダンサーさんをつけてやってみたい。だっていろんなパターン見れて面白くない？そう。ソロライブやるなら振り付けも自分にやるな、ちょっと考えるもしかしたらやるかもしれないけどでも任せるな、それは。今何時だ？46分だ。50分になって終わります。そういう右足エビデンス踊りたいんだよな。なんか最近寒かったり暑かったりするへん？せえへん？私だけ。いや。なぎさ最高の振付師さんとの動画。ゆみちゃんがうますぎてて。嬉しい。誰のことを一番愛している、歌い終わった時あきら先生が復習してた。嬉しい。マジでガチ、めっちゃ嬉しいねんけど。嬉しい。あきら先生乗らしたらこっちのもんやからな。嬉しい。やっぱ最近なんかカメムシすごい多いよな。どこに行ってもって言われやけどさ、あれカメムシ、あれこっちもカメムシみたいな。カメムシなんであんな大量に出んの？最近大量に出るっていうか、なんかめっちゃ見かけること多いねんけど、なんでなん？カメムシ匂いでわかる。なんか臭っと思ったらパッて見たらカメムシおったりすんね。絶賛体調崩し中。大丈夫？最近本当に体調もうすごいからね。体調語彙力だすごいからねって。暑いとそうなんねんや。兵庫が特にカメムシ多いみたいです。いやマジか、ガチ？だからか。やだね。顔はこれから増えるよ。めっちゃ嫌。もっと嫌。もっと嫌なやつが
現れてくるの嫌や。あと1分ですので、お、はじめましてマーロさん、ありがとうございます。でももう終わります。すいません。じゃあランキング発表します。13位ムーチョさん、12位ナナちゃん、11位シマコちゃん、10位ひよこちゃん、全部ちゃんにするな、9位キーちゃん、8位ケンピーちゃん、7位マトウィー、マトマトマトウィー、マトウィーインチンウロウィッチちゃん、6位しゅうかちゃん、5位中平こうすけちゃん、4位じんちゃん、3位ところてんちゃん、2位なな、な、えぬる、ぬ、ぬ、ぬまちゃん、ぬまちゃん、1位くりちゃんでした。バイバイみんな、またね、またいっぱい話しましょう。ありがとうございます。皆さん体調気をつけてください。本当に私も今ちょっと喉が若干おかしいんですけども、バイバーイ。